よっよっと、どうもーえー、どうも、ジェリネス、どうぞよろしくお願いしますってことでね。まあ来た、これ。まあ予定通りお、あの、予定通りでいいんじゃないかってことでね。そうそうそう。えー、やってくれました、ビオラあ。もうちょっとな、まあ最近、もう最近ちょっとね、まあ嫌な、嫌なコツみたいな、嫌なことがね、まああんまり、まぁ、あ、イマイチングみたいな感じが、 多かったんで、いややっと、ほんとな、やっと来てくれたよと、マジで、いやー、しんちゃん、よーってことで、今日はね、久々、ま祝勝会っていう、うーん、なんかなー、なんか遠かった、遠かったというか、や、やっと来たよねっていう、マジで、うーん、ブラウザバック、なんの話やねんっていう、うん、勝ったのはよかったけども、 圧勝しして欲しかったまあでも今日はね、あんなまあドスローな展開からの、まあ前残り、もう確実ってところを、まあ、差し切ったっていうか、まあ、吉村さんのね、まあ、腕で持ってきたっていう感じもあるけど、まあ、いいんじゃないかって思う、マジで、確かにね、そのなんかスパーンって感じのレースじゃなかったと、ただ、まあ、こっからだから、うん、まだそんな強く追い切って、やり切ってる感じもないし、うん。 まあ、1 4だからね。うん、まあ、こっからかなっていう、そうそう。うん、なんとか勝った的な課題っていう。まあね、あのー、ここで大喜びではない。ただね、まあ、まずは、最低限のところは、まあ、突破してきたよねっていう。うん。だ上積みしかないから。うん。上積みしかないからっていう、うん。次がない勝ち方を明頭っていう、言い方っていうね。言い方気をつけろっていう。うん。三着とは大差っていう。まあ、そうなんだよね。うん。まあ、わかってる人分わかってると思うんだけど、 ああのー、まあ、普通に小戦まあ C さんだけど小戦、コバとあの変わらないぐらいのタイムってことはもう上積みしかねえよねみたいな、うん、まあ分かってる人は分かってると思うんだけどっていう、そうそううん、ジェルインのハゲ、ただの悪口かよっていう、ただの悪口かよっていう、うんえー、ますま,まずまずだね、もっと上、そうそうそうな今回がもう完璧、あのー、もうスペシャルビッグ OK みたいな、そんな感じじゃないけども、上を,上を目指すしかないだろうって。うん もうただそれだけ、マジで。うん、なんであのー、まあもちろん、ね、今回、その課題というか、あの次に向けてどうするべきかっていうところは、まあ、飯田先生とも話したし、うん、まあ、こっからだよね、むしろみたいな。そ、うん、そうそう,そうこのまま中央行こうっていう、まあ、ちょっとねそれまそそのそれにはちょっとまだ時間がみたいなね、うん、ところはあるかなみたいな。そうそうそう えー、やりすぎなくらい大事に乗ったなーっていう。いや、むしろね、俺ちょっと直線はビクビクしたけどね、おおお追うな、追うなみたいな。おぉ、石村さんガツガツいくねみたいな。そうそうそう。ーまだですみたいな。マジでっていうね、じゃあ今日見ていこうってことで、今日は、えー、スマイルビオラの、まあ大祝小会ってことでね。おぉ、いや、ほんとね、良かった。マジで。うん、どうだったのっていう、まあ、勝ちました。まあこれは当たり前なんだけど、 ああのー、まあ、未勝利戦かな、言うたら、うん、として勝ちましたとお、楽しみだね、これからが、そうだね、本当、ここから、まあ、順々に目指したらいいかなとは思ってるっていう、うん、サイバー導入促進手当ゲットだねっていう、まあ、どっちの方かな、うん、まああの、お金的なところを言うと、えー、まずはあの馬主協会から、えー、20万、うんで、あとは市場、北海道市場、あの買ったところからね、あの奨励金20万、うん。 あとは、まあ普通に賞金手当みたいな感じで、まあ100みたいな。うん。半値かなみたいな。そうそうそう。ティアラ大丈夫ですかっていう。ティアラのことは言わないで、今日は。今日はビオラの話だからっていう。そうそうそう。勝った。まあ勝ちましたね。はい。ま皆さん見てないと思いますけど、まあ勝っちゃったっていうことで、まあでもね、当たり、当たり前なんだよね。このレベルは。うん。このクラス、この相手、うん。 まあ、勝たなきゃ何があんのみたいな。うん。冷静ぞ、はよっていう。ねわかりましたってことで。まあ、そこもね、あの、順々にやっていくんだけど、まずはね、まずは、ジェネインターン、おめでとうだろ、本当に、それ。俺に言わせんなって、これ。まずは、まずはそっからだろっていう。そうそうそう。えー、手当ては全部、リスナープレゼントなわけねえだろってう。お前、今までどんだけ金かかってると思ってんだよっていう。そうそう,そう。そえー、今度は単勝取ったとはげあげた。おめでとうってことで。まあ、ちょっと1.6とか7だったっけ。うん。 まちょっとね今回はまあ人気性落ちちゃった感じなんだけど、ま次もあるから、そこはもう頑張っていこうっていう、まあ手堅いよね、やっぱりなんか、あのま去年去年か、クローバーましかり、今年のビオラしかり、ま手堅くねあのやらさせてもらってますっていう、そそううこれで一切買える余裕がないね、ま普通の平場なんで、ぶっちゃけそこまでの余裕はないけども。 おうまあ、ただ、全力でねやれるもうやれる限り、うあのもういける限りの金は突っ込みたいと思ってますっていう、そうそうそうあんたの顔はってことでね、じゃあちょっと行ってみましょうかってことで、ちょっと待って、これ、いつもなんかこれこんな、こんな、あ,あそうねコントローラーと、えー、デスクトップとてことでね、どうも皆さん、こんばんマックス、ジェリンです、どうぞよろしくお願いしますってことで、やりました、きゅやりましたといことで、はいあのーえー、ビオなんで、こちらの写真もございますが、き今日ね、ちょっと雨なのに。 先生本当すいませんってことでね、ねスーツでねよろしくメカドックっていう、そうそうそう、飯田、えー、先生言うの、ね、ほ本当ね、もう、まあ、ある意味これね、新馬戦勝ちに等しいよねっていう、ぶっちゃけ。あえて仕上げなく新馬戦行って、ちゃんと2戦目で勝つって、まあ、ある意味、これ5年連続でいいんじゃないかなみたいな。 そそうそう,そう、うん、クローバー強かったのにもったいなかったなってまあちょっとね、故障がねっていう、うん、でその反省も生かして、飯田先生、初戦からね仕上げず、新馬戦捨てて、もうここからちゃんと全部あの巻き返しますんでっていう、そういう自信がもうあるから、マジで、臭くはない、うん、臭くはないっていう、栗、うんえーえー、色ナ外した、ねドンバイってことでね、何のことか分かんないけど、はそようそうそう、えー、KP 行く、KP。 おう、乾杯的な、言っちゃう、俺、最近ね、お母さんから、あの、ちょっと、新一大大丈夫という、もうなんか、あの、最近連絡もないし、あの、ね、彼女とか、孫とか、ちょっとまだみたいな、もう、ままないないないみたいな、もう、ゼロゼロみたいな。で、ちょっと、あの、お母さんからね、ビールをってもらえたみたいなお、最近それちょっと飲んだくれて、最近飲酒配信も多いんだけど、そうそうそう、えー、昔だったら折り返し、 シンバだからなっていう。折り返し、折り返しシンバど、ど、どういう意味だっけうん。ちょっとわかんないけどっていう。うん。まああのー、やってくれましたってことで、はい。あのー、ね、小松井さん、ありがとうございますってことで、ね、あの、里吉さん、戦場カメラの里吉さん、ありがとうございますってことで、うん。で、まぁ、あ、これはちょっとね、お金払って買ってますっていう、あの写真ね。そうそうそう。やってますってことで、うん。もう、びしょびしょやこれ。もう、これ、もろじゃん。言い出して、びしょびしょみたいなね。そうそうそう。えー え毎年のことなら2頭買って当たりは1頭。まあでもね、ぶとまり OK じゃないっていう。お2頭2分の1、50分の1みたいな。50分の 1? 違う、2分の1か。うん、50%か。うん、そうそうそう。今はシンバ1回しか使えないけど、昔は2回使えたんだよって。あ、そうなんだ。 おうちょっとそこの辺のルールはよく分かんないけどっていう、そうそう,う、今年はどっかの競馬記者に次はないからって言われなかったかっていう、分かんない、そこはちょっと俺、言ってないから、現地、うん、そうそうそう、うでもまあ、あのー、むしろ2戦目でね、しっかりところ仕上げずに、初戦でねおう、もう本当に、なんだろう、素質場の塊みたいな、うやり方もローテだから、そうそうそう、うえー、今週、松野のまあ出過ぎだろうっていう、まあ今週、スマイネルウィークだから。 うん、だビオラ、プロバイド、えー、ハレオ、えー、そこからの5号か、うん。で、まあ、プロバイドはね、あのー、ナイターなんで、ちょっと大原さん呼んだりとか、おちょっとマッキーにも来てよみたいな感じで言ってんだけど、そうそうそう、1回戦の間なら最高4回シンバ戦走れるって、1回戦、<laughs> それ、連投じゃねえかよっていう、うん、それは知ってる、うん、それ知ってるけど、馬壊れるわみたいな、おシンバでお前 <laughs>、連投したら、本当壊れるから、マジで。 うん、そこはちょっと頑張ろうみたいなね、そうそうそう、じゃあ、ちょっとね、皆さん、ちょっとお手元に、お手元に、お手元に足元みたいな、ね、ちょっとあのお飲み物など持ってったらあのいいんじゃないかっていう、うん、感じなんだけど、ちょっと、俺のとこうかこのね、ワイヤレスのヘッドセットを使って、ちょっと離れちゃったりとかするんだけど、これ、最近のね、俺のちょっとお母さんにね、これ買ってってって、もう買ってもらったこの、ちょっとあのお好みの、ちょっと待ってよ、カメラ。うん えーレースー、レースまあレースはね、早くちょっと待て待てっていうね、これ。はい、こちらドーンってことだこれは、これ俺のお気に、お気に。いただき、な、まさにいただきマンモスみたい、これ。おいただきマンモス極小ゼロっていう。まあちょっとね、あの、ジョッキーなんで、あの糖質制限しなきゃいけないんで、これ、最高ですみたいな。で、アルコールもちょっと若干高めの糖質ゼロ。糖類ゼロはだめだよ。この糖質、これが大事。 通りゼロはね、意味ないから、まじで。うん、発泡し、発シュうん、そうそうそう。で、これね、めっちゃ、まあ、あの、糖質ゼロって基本的にね、美味しくないんだよ。でも、でも美味し、でも美味しいみたいな。うん。 マジで。そうそうそう。連投で G1 勝つ時代。確かにね。なバンなバンブーアトラスかみたいなね。まあ、あの、オグリキャップかみたいなね。そうそうそう。何もかも受け止めてあげます。それが私ですっていう。何みたい、ね。女子だったらちょっと最高のタイプなんだけどっていう。そうそうそう。はまあ、発泡手です。うん、そうそうそう。40歳で親に責めるんだって。いいだろ、だから。お母さんがいいって言うんだから、それ送って。お母さんにちょっと送って、これ楽天でこれ買ってって。言ってるだけなん何か問題でもっていう。そうそうそう。元に着賞金あげません。 はあ、あげますまあ、あのめいっ子いっ子、めいっ子がね、生まれたんで、そのめいっ子に、ちょっとまあ、あの、将来ね、ちょっとこのおじちゃんが、お前を育てたんだぞっていう意味込めて、なんか、あの、なんだろう、ボディークリームとかね、送ってやろうかなみたいな、そうそうそう、えー、ジョッキー、ジョ,ジョッキーだけね、みたいな、そうそうそう、おいたまのせだ誰がダバやねん、バカやろマジで、誰が、どこのダバでい、いいか、えー、2戦1勝、2着1回。 おどこがダバですかって、マジでおうそうそうそう。マイバスケットにかマイバスケット売ってないんだよ、これ。まあ、もともと売ってたんだけど、これお。売ってないんだよ、最近、マジだから、箱買い。うん。だからその、あの楽天であのお母さん買ってもらって、これ送ってもらったっていう。そうそうそう。うえー、いい年越えて発泡酒ってうと。だからな、何回も言ってるけど、これ、この糖質ゼロが大事。マジで。おあとね、めっちゃ安いこ多分、ね、これ。たぶんこれ、1本150円ぐらいかな。 おぉ、くそやすいんですけど、みたいな。倍飲めメル。マジで。おそうそうそう。賞金クラってィ。まあ、だからさっきの、要は、いろいろ、副賞とかいろいろ合わせると100万ぐらい。うん、そうそうそう。ーえぇ、ー、慎重時短静かにして、ね、<laughs> で、be quiet みたいな。そうそうそう。えー、でえー、乾杯を先にやらせてもらうんだろうって、これ。何回も忘れて、24個買い,いっていう、わかんない。6かえる、ー ちょっとわかんないですけど、1箱それぐらいなんじゃないかっていう、賞金100万超え、100万超えてんのかな、おだから本賞金70で、付加賞金20、20、で、まあ、飯田先生にあの,あの10、20万ぐらいから払うってことになるんで、手取りいくらかちょっとよくわかんないけど、そうそううん、ビール系飲料でレベル9というアルコール9パーっ飲んでたけど、重すぎて、まあ、アルコールじゃないんだよ、だから俺こここ、糖質ゼロおう、ジョッキーだから俺。 うダイエットしなきゃいけないってことで、うこれが大事っていう、そうそうそうピントが、ね、合ってませんっていう、そうそうそう,うこんなおじさんは嫌だ、ってあの糖質制限をしすぎて、えー、食べ物、あの好きなものを食えない、こんなおじさんは嫌だみたいなね、そうそうそう,う、えー、早く飲ませて、じゃあいっか、もうちょっと、じゃあ皆さん、えー、馬主を代表してね、えー、私、えー、ジェニンこと、えー えー、M の、えー、S1 さん、えーおしゃあまあ、スピーチさせていただきますということで、はい、もう本当ねビオ、ビオラは、本当に飯田先生の、ね、娘さん、すみれちゃんからお名前を言いって、乾杯早いわだから、早俺の話の途中で乾杯どういうことなんだよってこれ、そうそうそう。 あのー、飯田先生の娘さんのすみれちゃん。あの、俺が飯田先生の家に遊びに行った時に、すみれちゃんがまあ、た多分3歳ぐらいかな。ね、<laughs> あっっ、おいで、おいで、おじちゃん、おじちゃんで、おいでおいでって言って、抱っこしようとしたら、うって、あの、3秒ぐらいで離れていった。そんな思い出があります。はい。まあ、そんな思い出もある中で、やっぱりこのね、このま,までちょっと、まあ、 血統的にも、あの、まあ、ダート馬として、まあ、最高の、最高の、ま、馬を選びましたねと。うん、で、伊田先生もこれ、馬として、あの、馬体ね、見て、いい馬選びましたねと。じゃあ、これ、満を持して、あの、伊田先生の娘さんの名前いただきますと。いうので、あの、ビオラ、スミレ、スミレちゃんということでね、あの、そんな馬が、未処理で終わったらね、ほんと、シャレにならないんで、はい。あの、まあ、 あの無難に、あの、発注力を上げられたということを、あの非常に嬉しく思います。はい、いうことでね、あの、そんな今日をお祝いし、皆さん、はい、よろしいでしょうか、はい、乾杯の温度を取らさせていただきます、はい、介護の目は分かりましたってことで、はい、それでは皆さん、ご唱和ください、右手にビールを、左手は胸に、おっぱーい、もみもみ、よし、<laughs> おっぱいってことで、よし、と、ころ おぉっていうことで、これ。いいね、これ。いただき、いただき、いただきま、な、いただきだけに、いただきまんもスこれ売ってないんだよ、マジで。ね、いただきまんもスちょっと待って。あー、マジで。しびる。しびるを、マジで。しびるをってことやもうん、そうそうそう。 もう、こ、こんな感じ、えー、実の、えー、な、これ読めんないんだけど、これ、飯田先生のね、お娘さん、まあ、ぶっちゃけあんま疲好かれてはないっていう、なんかね、あの、なんだろ、う、生理的に受け付けない的な感じうん。このおじちゃん嫌だ、みたいな、この中、あの、背を、背を反るみたいな、うん。抱っこしない、背を反るみたいな、そういう感じがありましたっていう、もうだいぶ前だけどっていう、うん、そうそう。ギフト届きました。なんだっけ ギフト。あ、会社にね、届いて、あのー、いろいろね、あの、なんだ、お中元的な感じこの時期。うん。あの、いただきまして。まあちょっと俺の顔、汚い顔見てもしょうがないんだから。おあの、いただきもありがとうございますってことでね。いろいろこう、なんか、クッキーとか。うん。あとは、なんだっけあの、アイスとかね。飲み物とか。いろんな、あの、お届け物をいただきまして。本当にありがとう。あんま気ぃ使わないで。気ぃ使わないでねっていうね。そうそう。七十70万ももらって、発泡酒。だから、なんか見てるけど、餌代。うん。 餌代、月いくらみたいな。ああそこあるからね。そうそうそう。えー、早く童詠から空き巣狙いに来る前に重所取りたいなっていう。まあでもね、空き巣狙いというか、まあ重所始まった瞬間にもう門別来てるからね。うん。そうそうそう。チンパン、チンパン取れたどこにチンパン届くねんみたいな。そうそうそう。えー、3トラック馬して4と立てのレースかっていう。どういうことなんだから。いや、見る、マジで。 おう普通にガチンコのレースなんだけどっていう,う。ハーモニーの金まだ払ってんのっていう。あ、もう、あの、一応、まあ、ツイッターでつぶやきましたけど、本日付け、うん、今朝だっけなはい、耐久ってことで、あの、まあ、今日までの、あの、ちゃんと予託料は払ってますよっていう。うん、えー、今日の同盟名追われ、あ、そうなんだ、そうなんだっていう。うん、宮崎の会社に、 次元爆弾装置、されるってどういうことなんだから。おおまあ、宮崎にもね、まあ、あうち、第、えっと、何個目だえっと、東京、福岡、札幌、ベトナム、宮崎か。第5の拠点をね、今建てましたよってことで。はい。もうな、JR に向けてまっぐらだよ。俺が、めっちゃ頑張ってるから、マジで。うん。ちょっと何か。まだから寝るぞって。まだ、かん、乾杯の話、あの、VTR に分かりましたってことで。じゃあ見ようか。うん。 まあちょっと、まあし、まあそんなね、あの、もう渋いレースっていう、もう手が震えるようなねむしろね、うん、なんかもうしびれるレースではあったんだけど、ちょっと待ってよ、これのピぴゅ、うん。 そうそうそううんえカモミヤくん今日文別かあそうなんだ文別行ってんだっていううんでもねあの渡先生のところもねなんだっけ四連勝中の三歳馬うんやっぱりエイシさんなんだけどそうそうそういるしねえなんかうちと相性悪いんだけどさうんどうなってんねんみたいなそうそうそうね頑張っていかなきゃみたいなそうそうそうんえー、浦和の保険料を払ってなかったんだって払ってませんよはいだから何の手当も出ませんみたいなそうそうそう雇ってくださいやる気あるんだったら喜んで おうやる気あんだったら喜んでってう、面接こうよっていう、そうそう,う、なんでゾゾタウン離れたんっていう、ゾゾタウン離れた、だって俺だ、なあ、俺別に、そもそも z ゾ o ゾ,ゾゾタウン離れたって、俺だたなんだろうな、まあ、ちょっと言っちゃいけないこともあるかもしれないけど、まあぶっちゃけ、俺は後から来た役員、ね、もともといた創業者っていう。おう まあ、喧嘩別れですね、みたいな。そうそうそう、えー。させないで終わるのかって思ったぞっていう。まあ、でも、ね、本当ね、ドキドキハラハラみたいな。そうそうそう。ーボーナスゼロっていう。やかましわみたいな。だから、始まって2年目の会社もボーナス出るわけねえだろ、マジで。まあ、こっからだ、こっからっていう。そうそうそう。じゃあ見ようか。はい、ビオラクイック。まずはちょっとね、ちょっとビオラ、あれこれ、クイックかッッまあ、うん、本当も って思っても、本当、間もないぐらい、ねそこからすごい揺れがね、がつんとああね、ちょっと地震ね、皆さん、大丈夫とてことで、お漫才が本当に久しぶりにね、俺、ちょっと関西ないから分かんないんだけど、その競馬場、大丈夫ということで、そ田だね、兵庫は全然問題なかったみたいな、大丈夫だったというところで、よかったよかった、開催できるということ関係とか、あるいはその音声関係もそうなんですが、そういったところも点検が行われまして、開催。 にたどり着いたということです。<う> 何も問題なしいやほんそうですよねもうまあこちらはそこまでねあのそういう大きな被害なくてよかったですけれどもよったよ本当にでもまだねちょっと大阪あの阪神大震災というかね園田の開催止めたからね寄険の後のこの雨ですからね雨もありますしまだねまだあのわずかですけども余震もこっちもね続いていますからあるらしいね若干の揺れみたいなですからね本当最初の注意を払ってねもう過ごさなければならないなと思ってな風に勝てると思ったら逃げてたのがまあスロだからねスロだから もう最後はもう吉村さんの意地で持ってきた,みた2レーいきましょう二歳一組のメンバーと。はい

分析も吉村さんやっぱり優れてる、うん、だからやっぱそういうとこなのかなと思うよね、B が。B と、何って村さん、飯田先生の持給者だから、持給者の担当、なんだろう、所属所,所属で、キロの名古屋市、そんなを、今んとこない、今んとこないっていう、調教師とのつながりって俺大事にするから。 うですやっぱり、飯田先生が、ねまあ、一応伝えたことでだいぶ元気さというのは増してきましたしねやはりこのレースねあの、まあ、スマイルビューローに関してはまあ単純に、ね、このメンバー中でも完まあれもそうですけれどもね、まあ、2着と。うんうん ある程度、格好は尽きていますし、それに、まずこのね、今も言われたとり、まだ新馬戦は3クラと、このメンバーに関してはね、5月9日の新馬戦と5月30日の新馬戦、この2レースからの臨戦なんですよね。まあそうね、まあそうね。このどっちのレースを上位に取るかっていうところもね、一つあったんで、そこはちょっとの時ったいっりてうところで見て月すね。 中道の方のねあの新馬線の方が僕はレベルが高かったと見ましたので、この時に出走したこの上位の組っていうのも単純にね、あそうあそうですか中でもやはりこの三着だったスマイルビオラ、あうちかうちかありがといありがとう。あの剣士君の戦士の高さっていうのは見せますね。あのまあ懸念されてないその折ってからあの伸びがあるかといったところもね、まああのそれなりにはしっかり前回もねまあ負けはしましたけど詰めていましたから、詰めてる詰めて距離が伸びてもまあ心配はないと思います。専用はねもし 割り上がっていますしね。うん、ここはまあ順当に勝ち負けになるんではないかない、うん。確かにね。はい。うん、今日勝てなかてまたら病んでたっていう。まあ、病むことは俺ないけど、病んで、病み、俺がその精神的に弱かったら、とっくの昔に首吊ってるよマジで。 うん、だそこないけど、で,まあでも正直ね、心は折れてくるよねっていう、まあやっぱ仕上げるところ、勝つべきところで勝ってくれるっていうのはさすがだなっていう、もっと音を下げろって、もうこんなもんだろっていう、もうなんかそこはもうなんか、自分のボリュームでみたいな、2>, 2番はスマイルビュキを出すなってキロ,マイナスキロ最近、ロキロ股間が痒くなるみたいな、なんかヘパリーゼみたいな、そんな感じがするっていう、なんかやっぱね、さすがやっていう。 まあだらワンツーワンツー。1番人気で勝っているときも、落ちとっちゃあると思うけど、どうなんだろう、またのってなれたよ、またもってなれたよ、またもってなれたよ、ますってそうそうまたもってなれたよ、またもってなったりまたもってなったよ、またもってなった。 俺がなんかちょっと成金バブったら、彼女とか女とかできて、まあセックスとかとしたらどうすんだろうみたいな。とかのクラスは、多分もう、マンコピースして待ってんだろうなみたいな。そう、もうね、勝ったらいいんだよ、金持ちになったら、もう絶対にあの女とか向こうから寄ってくるから、マジで。マンコピースして待ってんだろうなみたいな。うん、そう。わ、うん、いや、わかるよ、それは。うん、でもそんなにはいかないから。俺はやっぱり、裸の俺とかもそういうなんか、うん。 見た目ととかいいこ言ってるじゃなくて、ちゃんとねつながってくれる、あの文字通りね、文字通りまあつながってくれる女子を求めてくっていう,う。気持ちの問題ハートハートフルよ、マジで。まあこれね、スマイル軍団にも通ずるんだけど、うん、一応、幸子さんとはセックスはね、下実況あるんだけど、うん、一応、幸子さんとはセックスはね、下実況あるんだけど、うん、一応、幸子さんとはセックスはなんで3回言うねん、これ。うん、なんで3回言うねんって、これ。 こう見て上場回数の小会社の社長ですっていうこう見えてどう見えてかわかりませんけどもう、まあ、あの社長ですよはいもう JRA 抜粋だっていう,そう,そう

固まっています。スパイダーカレー四番、ホ、うん、マレボシセイラ。うん、インコース二番のスパイルビオラ。行行外七番のカンビアーレと。三番手は三頭横並び。二馬身半差で五番の北山ガイア、ね、後ろから二頭目。五馬身置かれて、一番ヨウトテイルは最高峰です。 1コーナーから回っていきますあんまりそんなねいいポジション取れたという感じでもなかったなあ審判したら結構難しいポジションよこれマジで6番のガニラススビート下原2番手3番手2番手2番手3番手2番ス全然いいね俺だから中見てるけど人に見られて恥ずかしいことは一切してませんマジで俺の全てのはあのもう馬をやってるのも知ってるし今日勝ったっていうのも俺みんな知ってるしっていう何も普通に山仕事ないからマジで

おちょっとね、おい、馬、壊れる、壊れんかみたいなお、っていうのはちょっと思ったけど、さすが、追って、追って味の,のあるっていうのは、まさにこういうチョッキのことねお。いや、すごいよ、マジで。そうそうそう、そそ、えー、そうそうそうもうは、まあ、運ぶポジションがありましたねなした確か確にね。 うん、確かに。これはやっぱり、あの、吉村ジョッキーの腕で持ってきたとしか言いようがない。うん、今日、その田はうちしか来なかったから、外出して伸びたのはすごいなっていう。ーーまあね、それちょっと俺もよくわかってなかったけど、この連打。<laughs>

自由な相えが必要な相撲が必要な相撲が必要なえ、撲が必要な相撲が必要な相撲が必要な相撲が必要ー相撲が必要な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 相撲がそ要な相撲が必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 うな相撲が必要な相あの必要な相撲が必要な相撲 してるから。 まあうちのマットぶっちゃけ当たるのはまた次の次ぐらいなんじゃないかなと思うけどねそうそうそう、えー、今年7勝って結婚あ確かにね確かにねっていう,もう金がね余ってしゃあないみたいな気えましてスマイル美容が聞いとこうか結構前がねやっぱり止まらないですからかなり手を焼きましたけどねうん、うんうん、そうですねそ,そ,そういう中でちゃんと勝ち切ったんですよね,ね手応え的にはもう品原の方かなとはわんですけれどもねあ、あのーまあ、最後なんとかね差し切れますよねねおってしっかりしたの美容 これは調教の量の問題かなとは思うんだけど、さらにあと3着以下で、ちょっと時々、あ明日の上がり心配みたいな、あそこまで抑えるとは思ってなかったっていう、でもね、それで勝ち切ったら価値が高いのかなと、うょっと伸びたの、このままだけだから、やっぱり、そういう展開もそうだし、バボもそうだし、展開もそうだと思うんだよね、やっぱ前止まんないって感じで、ちゃんとやりきったって っお、波連さん、39秒3、出し切ったところは強いかなっていう、うん、ここでね、完全に逃げ切りペースじゃん、これ、<ー>もう石村さんがキ、キザキザキザみたいな、背中、背中って感じで追って。 もうバチコンバチコンってこれはジョッキーの腕だよね。だから本当にジョッキーで今回勝てましたっていうのはまさにこういうレースからからんうん。これ感謝のねメッセージを込めてみたいな。そうそうそう、うんえー。距離もそう。全然あの伸びてなんぼっていうとこあったし別に八百で八百でやろうとは思ってなかったからもとうん。そうそうそう。うん。そ、えーね、して二着馬三番のひな馬です。着ダ番のカンビアウチロク番ガミカス。承知してません。すみません。あのちょっとああの身元調査させてもらえないとねちょっと本当プライベートな

勝つと信じたものがやれるっていう。そういうことだと思ってました。何これさあ、先頭集団のペースはどうか、ん。5番のスパー・これスーパー。ジェットそしてて動いくる番なんだっセスーパーマックス、スーパージェットスーー。あ、いたいたいた、スーパージェット。そうーーなんだ。ねえ。これもうなんか、国先生、絶好調だよねっていう。そこにうちの間2と言いますけどみたいな。うん コスモバレット戦闘に2 0を切りました、内から3番バリアンツエリックですもちろん山本伊沢ジョッキー、レジェンドもね、やっぱりすごいなっていうのもあるけど、そのうち10番コスモバレット、2頭のセリエ、3番手にサンダーベンポートが入ってくる、スーパージェットがゴーリー9番のスーパージェット、10番コスモバレット2頭の接戦に、パワ11番、サンダーベンポートが追い上げて、3番手か、そのうち3番のバリアンツエリッ1組だね、もうこれ以上いないからっていう、スーパーバレット。 左上はハゲ初戦が鮮やかに、一つ走る、走る、走る、見てきました。九州ダービー馬が、高知牛春。勝ったの、勝った、これ。高知牛春,春。ねえ、佐賀のまでみたいな。そう、そう、そう、よ。かったよ、本当に、マジで。そう、そう、そう、いうことで。ねえ、えっていう、まあ、ちょっと、あの、うちの写真こうかってことで。はい、佐藤さん、ありがとうございます、ってことで。うん。あのー、あ。あれ、赤かったっけ、飯田先生のとこって。うん。飯田先生のとこって、赤かったっけ、これ。 おうん。あ、違う。これ、チアじゃねえか、これ。おうん。びっくりした。おうん。あれ、メンコはかったっけみたいな。違う、違う、こっち。 おうこっちですっていう、そうそうそう。うね、国先生、すごいう。石藤君と北野の,の息子は注目騎手にしてる。あ、そうなんだっていう,おう、ねあの。うちとはちょっと相性悪かったけどっていう。そうそうそう。うレジェンドがうまく乗ってやっぱりね。やっぱそこはやっぱね、なんて言うんだろう、やっぱレジェンドたるゆえみたいな。そうそうそう。うスーパーマツノにいつなるのっていう。まあ、俺もまあ、JRA の免許取ったら、まあ、スーパーマツノだよねみたいな。そうそうそう。う次どこ使うんだってまあ、中1ヶ月ぐらいで。 どううだろう認定レースなんじゃないかなと思うけどね、うん、そうそうそう、他競馬場の馬が他の競馬場のダービー出るのはなんか、もやっとする、確かにね、まあそのいわゆるなんだろう、東京ダービーだっけ、のなんか、中央下がりがいきなり来て、なんか、サクッと取っていくみたいな、のんにも似てるよねっていう、でもなんか、まあ、国先生だから、身内だから、まあ、よかったねみたいな話になるけど、まあまあ、そのルール上でね、 出られるっていうことなんだねで、まあそこは別にいいんじゃないかなみたいな。うただ、スーパージェット、スーパーマックしかり、オーナーさんちゃんと見てるかなみたいなね。そうそうそう。うえー、飯田先生のメールのコーナー。まあ飯田先生普通に電話なんで、ごめん、ちょっとそのレース後はね、特にメールはないんだけど、うん。まあ言ってたのは、あのー、 ま、思ったより人気かぶったんでね、ま、ちょっと緊張しましたけど、あの、結果出してよかったです、みたいな。上がりちゃんと見ときます、みたいな。うん、そんな感じ。そうそうそう。ハーモニーの保険おりないのって保険に入ってないからね。うん。だ俺は入りたかったけど、なんか、3万とかむしろいいんじゃねみたいな感じのリスナーの意見が、ちょっと、すべてなんか、お墓穴折ったみたいな。うん、ボーラ出しはもいけたりは、しないと思うんだけどな、この走り見てて。切れないじゃん。ん、俺は絶対ティアだと思うんだよ。 あいつをなんとかしば走らせてやりたいなとは思っているけどね。うん、そうそう。スーパーハゲットはいつ兵庫ダービー出のって。なんで、なんでスーパーハゲットやねんみたいな。そうそうそう。まあ、ダービー、まあ確かにね、ダービーはもちろん興味はあるし、出たいなと思うけども、うん、まあチャンスがあればだよね、うん。あまりそこのレースにこだわっても仕方ないし、上目指すんだったらもっと上あるでしょっていう。おまあ中央だったりとか、まあ海外だったりとか。うん、だからあんまりその、 まあもうちろん一歩一歩だとは思うんだけどね、うんまあ、ダービー、兵庫ダービーな、来年っていう、うん、ただ、まあこの馬は、まあ、頻馬でもあるしね、うん、あんま、なんだろう、この馬でダービーを取るっていう時は、むしろもう買う前から、ね。うんね、ダービー馬を買おうという思いでやらないと、多分ね、難しいと思ってる、マジで。 おう保険入れ入れって意見多かった。いや、少数派だった、マジで。ちょっとその勢い足んないんじゃないのみたいなお。そうそう。よかったね。いや、ほんとね、ジョッキー、まあ、吉村さんの腕で持ってきてくれたんで、ありがとうっていうのは言わなきゃいけないかなと思ってる。そうそうそう。う確かに保険の話は入れ派が多かった。いや、少なかったね。おうもう何,何回も、俺はもうこれもう、あのー、アーカイブ見てもいい、いいと思ってる感じで。うん。ハーモニーなんかありましたかハゲっていう。まあ、引退だよ、だから。お腰痛めて、引退。うん。 えー、すまいッシュありがとうございますってね。そうそうそう。えー、リスナーのせいなのっていう。まあそうですね。周りもあってお。ちょっと反省してくださいっていう。そうそう。保険って補助で半分ぐらい持ってかれるんでしょうっていう。ちょっとよくわかんないけどねお。まあ別に実際じゃあこれでなんかいくらもらえたんだっていうのは正直わかんないけどお、まあ、あの、結論ね、あのちゃんと、なんて言うんだろう。あの、まあのま あの動けるまでちゃんと厩舎に置いて、で今、あの乗馬クラブで、自分がね行く乗馬クラブで引き取って、あとはもうあの回復したい、俺が自分でちゃんと乗って、あの乗馬の調教して、あの上げるまでやっていくっていう,う、そそうそうまあもちろん俺が行けないときはこの人がやるから、それは俺がやるかどうかっていうのは、まっ先わかんないけど、ちゃんと今、あの乗馬クラブまで行かせましたよって、俺、そこちゃんと目で、ちゃんと目視してね、う。ん 自分のやっぱり知ってる関係者で全部やるべきだよね。これ、調教師に任せたら、まあ、お肉になっちゃう可能性もあるんで、そこまで自分でやるっていうのが大事かなとは、俺は思ってる。マジで。うん。そうそうそう。うん。えー、都合の悪いことと他人に押し付ける素晴らしい社長。だから、そういうね、 だから都合の悪いことをつけてたら、じゃあこのままよろしくお願いしますになるだろうっていう、おうちゃんと自分で引き取ってますがっていう、そうそうう親会社にちくろう人のせいにしますね。人のせい、事実じゃんか、だから何回も言ってるけど、これお。もっと押せよだったら、もうちょっとハーモニーの保険は俺が金払うからとりあえず入っとけみたいな、それぐらい押せよって言ったから、そうそうそう。うえー、松野の,の難関はこのまま押し、まあおしまいだね。押しまいてるだね、これ。 お別に入れるつもりは全くありませんっていう。そうそう。う応援してやったんだから、俺たち、俺様たちに金、還元お前らは逆に金なのか俺は還元してるよお。日々還元してる。馬という、そして勝利という感動をねっていう。そう、ね、上手いね、うまいジェニーンっていう。そうそうそう,う、えー。いや、リスナーは入れって言ってたのに、なんだよ、これもう勘違めない。ガンとして待つのが効かなかった。いや、そんなことはない。 これはアーカイブに近って言ってもいいよ、そんなことはない、むしろ、まあ、現実問題届かなかった、俺のこのハーツには、俺のハーツには届いてない、その思いが、しっかり走り見ると、距離はマイルぐらいかなっていう、いや、なんていうんだろう、まだね、体仕上がってないんだよね、やっぱり2歳馬なりにっていう、今までの飯田先生もやっぱりそのあのハーモニーとか、下役で、やっぱりちょっとこう故障が多かったんで、慎重に仕上げてるっていうのはすごい感じる。うん むしろこの先からみたいな。そうそう。うカスとかカやってないです。そうそう,う。え、しんちゃんこんばんは。黒木は金返せっていうね。そうそうそう,うえ。なんでお前の馬の保険を俺たちが払うんだよって頭だ。だから、な、押すんだったら、な、お絶対保険入っとけと。押すんだったら、むしろ金を、3万をくれよおう。あ、そしたら、あ、じゃあ入ろうかって話なるじゃんっていう。そうそう。リアルダビスタってすぐ馬壊れるねっていう。うち壊れてないんだから。うん。まあ、てか、リアルダビスタ、 なだダビスタはリセットをすればいいだけなんだけど、リアルダビスタはもうリセットボタンないから、うん、だからそこはもう全力でな,そのなんだろう。 馬をケアしながら行くしかないっていう。うん。そうそう。よし、赤い見ようって。なあ、見てくれ、見てくれって。俺、ちょっとパケット代がない。パケットが、ね、ないんだよ、ほんと、今月。この4連戦をあのちゃんとやりきれるかっていうのが心配、マジで。そうそうそう。えー、馬の仕回避も払うの渋ってた時に、保険代も払わないっ宣言してたよなっていう。だ、高いんだもんだって。おお、だ、裏は結局さ、何回走ったよみたいな。結局、10万ぐらい払って、手当ゼロよ。 着外,着外の時に手当てが出ますっていうやつなんだからお、ゼロ、マジで。ハーモニー優秀すぎて、全部着着拾ってたからお、何のプラスもないよ、みたいなそうそうそうう、えー。社長さん、元お金ちょうだいって、マジなフィリピンかよ、みたいな。もうちょっとあのとりあえず、あの,こあの体の関係はありますか、ありませんか、みたいな。そそそうそうう、えー、明日のお天気コーナー、明日のお天気コーナーって、あ,な明日は、ね、あのしたは出ないです。あさって、うん 明後日かなプロバイド。うん、なんで、今日は、まあ、縮小会的な感じで、あのー、まあ、明日ね、またプロバイドの出所状をお届けしたいと思いますっていうね、そうそうそう。m k ご担当者様、保険に関しての配信内容を確認願います。ほんとね、いや、俺、むしろ求めたいわ、みたいなお。結構雨だった。なあ、これ、見て、これ、これ、戦場カメラマン、里吉さんの写真、これ、雨粒が見えます。雨粒が。おこれ、雨粒が。お そそそうそうそう,うまだまだ体ねもっと肉が入ってきていいなと思うよね本当にそうそうそう,う写真進めれば分かりましたってことでうやっぱこういうね、まあ、つる首というか自分からこうはみ取っていくっていうその走る姿勢が まあ出てきてます。これ、井田先生も言ってたんだけどお、まあやっぱこの辺も大事だよねっていう。そうそうそう。あの小小はどうなったんっていう。どれだよ、だから。もう小小場多すぎてもわかんないんだけどお、ハーモニーはもう引退ですっていう。そうそう,そう。友の筋肉は素晴らしい。あ、そうあ、そう,そうってことでお。まあやっぱりこの辺は、まあストームバード、まあニジンスキー、うん。まああとは、まあ、どれだっけ。まあストームバード、ストームバード、ニジンスキー、 あと一本なんだっけちょっと忘れたけどっていう。うん。松のオリジナルメンコはどうなのまあ、それはだから、中央の免許取ったらね、みたいな。あ、どうも、古津さん、今日も来てくれてありがとうございます。地方競馬、相談競馬で馬主やってます。セリンです。どうぞよろしくお願いします。ということで、なんと、昨日ね、ちょっと出走情報をお届けしました、えー。スマイルビオラ。なんと、1着、ありがとう <laughs> !1 一着取りましたってことね。まあ、賞金、まあ、トータル大体100万ぐらい。まあね、地方競馬なんで少ないんだけど、 まあ、やりましたってことで、はい。次うん。ペーパーではなく、えー、一口でもありません。全口ですってことでね、このコミュニティに名前をつけてもらいましたっていう。うん。いやー、その祝勝会をね、今出させてもらってますってことで、よかった、本当に。ね、次、また未来を、あなんの、何だ人の話の途中終わんないよって、これ。そうそうそう。いうことで。 まあ、よかったな、本当に。うん、もうほんと、何か、マネーフォワードのコーナーって、なんでそ,この,そのタイミング、まだね、あの賞金入ってないから。そうそうそう。でもね、今年全然プラスよ、マジで。うん。全然プラス。うん。本当良よかったな、ちょっと。 あのビオラにもね、よくやったよねって、ちょっと今度また折りを見てね、あの、救急車訪問しないとみたいな。うん。で、スタートみたいな。だ、スタートはね、むしろちょっと、お出負けしてる感じでもあるんだよね。でも、そんなにまあ、前に行かなくてもいいよねっていう、吉村さんの雰囲気だったみたいな。そうそうそう,う。やっと子供が寝たから静かにして、どういうことやんだからボ、ボリューム自分で調整みたいな、これ、調整みたいなね。そうそうそう。うで、 こんな感じかお。で、箱。ね、この時期の馬で、ちゃんと逃げじゃなくて箱取れるって結構大事よ、これお。逃げ馬ってやっぱ相当アドバンテージあるじゃん。しかもこのスローで。で、それを外から差し切ったって多分これ相当良かったと思ってる、マジで。お内容も良かったよねお。次に繋がるレースだと俺は思ってるお。多分恥ずかしいレースはしないよね。そうそうそう。で、こんな感じで。うん。まあちょっとね、このババがババだけに。 ちょっとね、足元がそう心配ではあるんだけども、故障だけはね、やっぱりね、してほしくないっていう,う。そうそう。血統的には微妙だから芝もいけそうっていう。微妙なのかな、これ。おうん。でもね、切れ味って感じしないからねおう、あんま中央に持ってこうっていう気持ちないんだけどなっていう。そうそう。箱って何何回言わすねん。何回言わすねんみたいな。前に行っと、横に行っと、その間のことを箱って言いますっていう。うんな、箱、箱だろ、箱だろっていうね。そうそう,そう。 で、ここから、まあ、道中ね、ずっとドスローよ。おなんだもんはすごい箱だ。ね、1 2, 2頭います、みたいなね。箱。箱、うん、ね。そうそうそう,う。で、これで運んでいって、おうで、前に行ったね、これ、島原さん、2番人気。意外、には意外ね。そうそうそう。うもう、ここで、なんか、まあ、ほぼ脱落気味みたいな。そうそうそう。うだからやっぱ、800ってわかんないよね。うん。800って、 まあそんなにね、ねまあ要はデビュー戦一発だけだから、もうちょっと考えた方がいいと思うんだけど、そのだもんねう。で、こっから外にぴゃっと出してと、おうえー、ところで箱って何今言ったろみたいな、これ前に行っと頭、横に行っと頭、その間は箱と言いますみたいなう、拉致沿いね、そうそうそう。うまあ、そうすると、馬が周りに馬がいるから落ち着くんだよ。前にも馬いるし、横にも馬いると、だから引っかからないっていうのが。 あの箱のメリット。だ俺も、あの、自分ジョッキーとして乗るときは、基本的に箱を狙いに行く。うん。馬が落ち着くし、折り合いつけやすいから。うん。そうそうそう。え箱、ー、箱って何よっしょ一緒の話やみたいな。そうそうそう。で、外に出して、で、こっから、まあ切り返しての、みたいな。おん。で、吉村さんのね、まあ右むち、左むち、みたいな。うん。 感じやったな俺はもう追い比べだったらもう絶対負けねえよ、吉村さんはっていう。ここはもう、申し訳ないけど、ジョッキーの差が出ました。うん。な、この、な、順手で、バシバシこを打つとお、ロハコボーっていう。まあ、あロハコって、なんか何の話やっけ、それっていう。そうそうシコシコって何それは俺が配信前にやってたことですっていう。そうそうそう。で、こっから、な、これ、がっつり、これ、まあ、ピューってこれ、おな、はみかけて、 行けとうん。で、バシバシここで追うわけでこんなね、追い方、すげえよな、本当に。うん、マジで。臭くない。うん、臭くはないっていう。そうそうそう。もうこれ逆手でね、おらーっつって。うん。で、もう、こぶして、馬を持ってきてっていう。もう、馬はもう、しんどいっすわみたいな感じになるかもしんないけど、まあ、ね、しっかりとここで、うん、その指示に応えてくれて、 まあ、2分の1マシン、勝つわけだよ。まあ、競馬だよね、ほんとね。うん。え、天神乗りまあ、そう思われてもね、あのー、あのー、なんだろう、天神とは全然違うんだけどね。うん、この、要は、この、こうやって、キザっていうんだけど、ちゃんと背中をこう、要は、馬の背中っていうのはこう、こういう感じで、要は、 あの浮き沈みするわけだよね。ね縮んで伸びて、縮んで伸びてと。で、沈んだときにより沈ませるために、このキザって言っても、出血を落として、馬のこの伸び縮みを促すんだよね。天神のりっていうのは、ただ座ってるだけだから、どんどんどんって、それとはまたちょっと違うっていう。うん、モンキーののの中でちゃんとその要はあの 膝を使ううっていうそれで馬の推進を促すっていう、うん、まあ、俺もやる,いや,それはやるんでね、そうそうそう。いや、これで交渉したら受ける、受けるっていうか受けないけど、いや、俺も、ぶっちゃけちょっと飯田先生言ったけど、あのう勝ったの嬉しいですただ見ててドキドキしましたと、うん、ちょっと、これ、VTR 見てて、ちょっと、おい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 、追うね、追う,、ねう,ね、うね、みたいな、ダメでしょ、近まあもちろんねあやってくれてありがとうなんだけど、次もあるんでね、そこをちょっと、お願いしますよみたいな、そうそうそう、えー、ところで箱ってなんですが、何回も言わすな、みたいな。<laughs> 前に行っ刀、横に行ったみたいな。そうそうそう。精神的な目でねえよっていう。そうそうそう。エビちゃんとか、川田の乗り方ですねっていう。なんでまあ、エビちゃんとか、川田というか、まあ、岩田ジョッキーとか、結局地方ジョッキーが止まった馬をどう伸ばすかっていう。うん。中央の、だからデビュージョッキーって、基本的には、あの、もう折り合い。 要は馬をどんだけ持たせるかみたいな。うん。地方機は止まったままどこまで馬を持たせるかっていう、その違いだよねっていう。そうそうそう。うえー、順調ならプリンセスカップ目標。まあ、この調子でいけばねっていう。うん、そうそうそう。えー、岩田の言い方はっていう。まあ、同じですよ、同じ。うん。キザ使えるの。使えるよだから。それは止まった時にキザでガーンと押すしかないだろうっていう。うん。まあ、馬の負担はね、やっぱあると思うけどね。そうそう,そう,う。えー、コ美の馬主について聞と。なんだっけ駒マ美少って。 うん、ごめん、ちょっとあんまよくわかってないけど、URL もらったらっていう。うん、お前、高校生馬主に負けてるぞっていう。高校生馬主って何うん。何高校生で馬主できんのうん。そうそうそう。ところで待つのは、いつからハゲたのっていう。<laughs> なん唐突すぎだよみたいな。まあ、遺伝子的なもんだよね。 お遺伝子的なもんで、なんか、あのー、ちょっとこう、あれ、最近なんか、前頭葉がお広くないみたいなお。気づいたら吐けてたみたいな。そうそうそう。間を大事にするために、その第一のポンコチョッキを乗せようって言うと、どういうことなんだから。どういう、どういう理由やねんみたいな。まあ、確かに、ね、追わないジョッキはね、なんか無害みたいな。でも勝てないけどね。そうそうそう。うえー、しんちゃんの遺伝子残さない。残させてくれよだから、やらさせてくれよっていうバズ、まず。まずはや、ワンセクから入ろうっていうね。そうそうそう。うえー、記者なんてそんな、 簡単に使えないよって使い使える、うんまあ、使える使えるっていうのもちょっとあれなんだけど、まあそれは馬のそのなんだろう反動をちゃんと体でとって、もうリズムだから、おーあとまあまああ競馬でそもそも乗るかって話なんだけどね、お止まりかけた馬に対して、騎ザっていう、あの乗馬でも使うよだから、うん、そうそうんそそ俺は競馬として使うけどね、そうそうそう、うんえー、駒歯のマウスの孫が高校生で騎手批判があそうなんだ、お騎手、だそいつが騎手をやったことあるんであれば、俺はいいと思ってる。 お俺も競馬乗ってるし、騎士もやってるし、だから俺は批判というか、まあ俺だったらこう乗るけどねっていうのはあるんだけど、お乗ったことないやつ、競馬に出たことないやつが言うんじゃねえよ、マジでっていうのはあるねお。俺は出てるから言えるんだよ。おそのために乗ったってもあるしっていう。う小間飛賞の馬主が有名馬主の孫、高校生で生きて <laughs>、浜中飛車マジでっていう。おうまあ、乗ってから言えよっていうのあるよね。お俺は乗ってるから言う,おう。だからこれは一線超えてるよねっていう。マジで。乗ってるし俺、競馬で。 うだから言わせてっていう、だで逆にねこれ、これはちょっと身内な話で申し訳ないけど、吉村さんもその他のジョッキー、ほとんど俺が乗ってるの知ってんだよ、競馬で、動画も見てるし、うだからあの、この馬主さんは頭がおかしいとおう、まあそう、そういう言わないけどね、直接的に、直接言ったらちょっと問題になるんでっていう、うん、ちょっとあの大変だなっていう、うん、ややこしいなっていうのはあの伝わってるんで、吉村さんも、あの 俺の気丈に対して、むしろアドバイスをくれるみたいなお。いや、そこはちょっともう少し、みたいな。おうあの追うべきみたいなねお、ところとかねっていう。うん、そうそうそう。t w i t t で浜中批判すぎて大炎上って。な乗ってから言えっていう話だよな。そうそうそううあ、これあ、そうなんだ。ちょっと見てみようか。おうしかもネトウヨだったっていう。ちょっと分かんないけどね。ちょっと見てみようか。まあ、どんだけなのかちょっと見てやるじゃあ。そうそうそううえー、ジジーの子ネっていう。まあ結局ね、馬主すら違う。 な、ジョッキーもやったことない。おいいとこなしだ、マジで。お俺は、馬主も自分。ジョッキーも自分お。俺馬乗ってるからっていう。そうそうそう。おうえな、ー、にこれえう、ー、んこれだけは失敗企業だな。駒美少のことを知らんすぎる。あの馬のいいところを潰してまた、あれは騎手としてだめだ。競馬を勉強してくれ。もう浜中は乗れないよ。せっかく大一番でこれはないよ。あの 以上でよく3着まで来たよく頑張ってこのう以上本当にごめんね君は悪くないっていう、うん、具体的なことは何も書いてないよねおう具体的なことが何も書いてないんであのぶっちゃけはい批判のポイントがわかんないみたいなそうそうそう,う、えー、プロのプロ棋手あアマチュアですよアマチュア一応でもアマチュアだけどちゃんとあの競馬って のレースに、あのプラハマ戦に乗って、あのプロのジョッキー、まあその他のジョッキーとあの一緒に、まあ、レース乗って、お互いなんか握手みたいな、おうやってるんで、まあ、そこ乗って、で、どこが良かった、悪かったっていうのを言うんだったら俺はありだと思うけど、おうこれなんか、外野が言ってるだけじゃんみたいな、まあ、乗ってから言えよっていう、俺乗ってるから言ってるみたいな、<laughs> おお、見ない級でした、お見ない級っていう、そうそうそう、おうんあ、んどれだよ、これか う5月のこのレース ?3 着って。うで、ブッシー乗って8着みたいな。これ何も言わないのじゃあ、これはう。これは何も言わないのかみたいな。うそうそうそう。浜中は復活ですよう。浜中ね、俺もやっぱり、なんだっけ、スリーロールズス,スリーロールズフォケットーの生まれに取ってるから、俺、菊花賞で。あの時のやっぱりね、乗り方。いや、浜中直ョッキ全然ね、うまい、うまいというか、普通にじゃあ乗れてると思う、マジで。う乗ってて、もう分からんけど。いや、分かるよ。う全然分かる。 マジでのの要は競馬で乗る、要は調教とか,なんか乗馬じゃないよう、ちゃんと競馬レースで乗る時に乗ったことってこそ分かることっていうのは、大いにあって、やっぱそれによって。 飯田先生も、綿先生も、まあ言うたら、そのジョッキーたちも、まあ、俺に対してちょっと一目置くというか、まあ、この人は、あのー、実際同じ立場でやって、その辛さとかも分かってくれてる人っていう、そこはね、やっぱり対等な立場みたいな、うん、そうそうそう、シ、え、心、ー、もこんなこと言うやつに命あるん確かにね、俺もちょっとかわいそうだと思うわ、これマジで。 おう乗ってから言うやつっていうね、これ、まあ、高校生やったら、じゃあもうすぐにね、あの競馬学校行ったらいいじゃんみたいな、マジで。うんそうそうそう、浜中はし至ごく普通のジョッキ。そう、普通でいいんだよ。おう別に、馬の能力を、結局、ジョッキーが変わっても、100は100なんだよおう。ただ、下手くそが乗ると、100は50になるっていう、その話だから、おうそこ、そこだけ、だ普通でいいんだよ。 もう100の馬を90で走らせたら十分って、そういう話。うん。ちょいちょい車高するのが印象にあるのかなっていう。まあ、それはね、だって、あのどこの進路を取るかとか、まあ、馬が右に寄れ、左に寄れっていうところがあるから、うん、ジョッキーの話じゃないんだよ、そもそもなっていう。そうそう、今来た松野、<laughs> ありがとうってことで、うん、ありがとう、ちょっと別の話になってましたけどねっていう、そうそうそう、うん、いうことで、まあ、まさにゴール前っていうね。うん。えー、浜中は50にするいや、そうでもないけど、ちゃんと、 やってるよ、そのスリーロース・フォーゲットブルのレースも、まあ、やっぱ長距離ちゃんと乗れるって大事、俺もだから、なぜかデビュー戦が3、まあ、デビュー戦が3周だから1200かで、2戦目がもうすでに3200みたいな、よく分かんないレース乗ってたんだけど、やっぱ長距離って、だんだんね、もうなんかしんどくなってくるし、集中力も散漫になってくるから、もう最後、馬がどうかよりも早く終わりたいっていう。 おうって思ってしまうんだよね、まあ、特に俺、アスリート、まあ、アマチュアだから、まあ、アスリートって言っても、体、そのプロに対してできてないから、まあ、より集中感なくなってくるみたいな。 おうそうそうそう、えー、柴田未勝利なんか見てみるのほんと本当ひどいぞだからまあそのねジョッキによってそういうジョッキがいるのを分かってるよっていう、うん、ところで運ってのは何回忘れ何回忘れ,回忘れ横に馬がいて前に馬がいてその間ですっていうそうそうそう、えー、柴田さんなんて言ってたっていうでどの部分これあ今日まだあの調整ルーム中だからまだ話はしてないそそうそう,そう,おう今日大原さん大原プロからえコメントありま今日はないうん 今日は全然あのまだ話してませんっていう、そうそう。なんでお前はお父さんから嫌われたのって、お父さんお父さんって誰だよっていう。うちの父はもう女作って出てちゃいましたかっていう。うん、そうそう。賞金を社員にも還元してくださいって。だん関係、プライベートだろって。別に馬の馬は別にお金、あの会社のお金使い込んでねえからっていう。そうそうそう。ー フィリーズレビューはひどいと。あ、そうなんだ。まあまあ、だポイント、ポイント取ったらね、そりゃ、うまく乗れなかったレースもあるよ、それは。俺だって、あのあの時もうちょっとうまく乗れたかなっていうのはあるもんだって。落馬、まあ、もしてるしね。そうそうそう。だから、あるけど、アベレージ別に浜中条件、そんな悪いとは思わないし、まずは乗ってから言えっつうのはあるよね、まず。 う現場行為みたいな、要するに前に馬がいて、横に馬がいて、その間にいるってどういうことだって、そのままやんけみたいな、すべてその通りですみたいな、そうそうそう、で箱って何、今言った、今言ったばっかりみたいな、そうそうそう、ういうことで、まあ、最後ね、こうやって、まあ、これもまさに、まあ、別にあの宮下ジョッキーが下手くそっていうわけじゃないんだけど、あの吉島ジョッキーがうまかったっていうか、まあ、馬を動かす力が多かった、まあちょっと馬のダメージ心配だけど、 あのやりきってくれたなっていうのは思うよね。そうそうそう。浜中、ただのしゃかりき対象って、まあそう、わかんないけど、その性格的なものまでは。ただ、あのー、そんなに下手くそではないと思う。てか、これ、なんか、右行かないんだけど、これ。終わりかのかな、これ。右、右、あ、痛いったいった。うん。そうそうそう。カツハル、撮、えー、り方教えてやるよっていう。まあ、カツハルさんは、あのダートのと京のいわ関東は上手。 うん、それだけ、逆に。うん、芝の乗り方、岡部さんに教えてもらんわんかったのかみたいなねそうそうそうう、前と横に馬を置いて、その中に送ってどういうこと、そのままです、だから、そのまま、それが箱というんです、みたいな、そうそうそう、うプロバイドなんで、来週の戦4じゃないのっていう、来週専用あるんだ、あ、それね、たぶんなんだ、交流戦、交流戦出られないんだよ、あの重傷ごめんな、重傷オーナーなんで、重傷馬なんで、すいません、このレース取ってるんで、あの交流戦出られないんですよね、みたいな、おこのね。 おうそうそうそう、うえー、浜中棋士、最近運がないだだまけ、あ、運もねやっぱ実力のうちってなるからね、おうまあ、そういうこともあるのかしらみたいな。飯田先生、年そうそうそうもう、ね、100勝ペースだ、だ本当に、ね、リーディングジョッキージョッキやリーディング級者おう、国先生もそうだし、飯田先生に預けられてるってことは感謝だよねみたいな。そうそうそうう普通の A2 で専用あるよっていう、あれ、そうなんだっけ おうもう出ちゃったもんだって、もうね、言い出しかたないみたいな、もともとなかったんだよ、計画では。おうそうそうそう。えー、半夏、うん半夏生明かしだ、こって何って、知らんがな、それ。<laughs> それは明石の人に聞いてくれよっていう、そうそうそう。レプリカ。おう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 っていう、おうおうおうっていう、おうな,なんなんの話だみたいな。おうそ一方渡せよ。いや、渡先生もね、結局、馬が難しいだけで、最近だから3歳馬で4連勝の馬いるでしょ、英進で。 おうだからちゃんと馬を、ね、作る力を持ってらっしゃる先生だよ。おうただなぜか、俺が回す馬は、何ありの馬が多すぎるみたいな、ゲート入れなかったりとか、芝馬だったりとか、長距離だったりとかみたいな、お3年連続な、そうそうそう,う、だからちゃんと渡す先生にも、なんかこてこてのダート馬の血統を渡したら、俺、ちゃんと成果出してくれると思ってる、別に。うん そう,そうそう、もうそこまでで、ね、しかも、まあ、1回聞くけど、2歳馬がちょっと苦手になったら、もう、それこそちゃんと他で仕上げて、ちゃんと和田先生に選んでもったまを、別のキュまあ競馬場ね、まあ別に何関でもどこでもいいけど、に入れて、ちゃんとその他戻すとかでもいいし、うん、やってくれると思うけどね、うん、え、昇龍、行くぞで、浜中騎手買ったから頑張ってほしい、あ、そうなんだ、うん、別のあの、まだ中央はね、俺免許取ってる、まあ、時期取るけどね、うん、あの、ちょっとまだ、 あの浜中ジョッキーがどうこうっていうのは分かんないけど、まあ、俺同じジョッキーとして、俺も乗ってるから、うん。として別の浜中ジョッキーは下手とは思わないっていう。うん、えー。大下ジョッキーが引退した、ああ、ドンマイってことでね、そうそう、延長はありませんってことでね、まあ、これにてみたいな、そうそうそう、いうことで。これ、なんで右行かないのかなうん。右に行かない、ああ、こんな感じでね。わ、いい写真、これ。 おいい写真ね。半端に。ちょうど半端にね。いや、ほんとよくね、走ったし、まあ、今回に限って本当ね、まあ、あのー、吉村ジョッキの,あのおかげっていうまあ、感じはしてるよね。そうそうそう。 えー、園田でおすすめのお店は久しぶりに行ったらきれいなあ、そうなんだ。俺もね、まあんま行ってないから、ちょっと正直わかんないんだけど、そうそうそう、うん。え、の子、あ、そうなんだ、処理うね。うん。えー、大下がんの、あ、そうなんだ、まぁ、あ、ちょっとね、がんには勝てないよねっていう、そうそう、矢口、毎度あり、毎度ありじゃねえよっていう、まあ矢口先生、よく頑張ってくれたけどね、ちゃんと馬も勝たせてくれたし、うん、そうそう、最後に箱、教えてください。何回か言す。 前に曲がって、横に曲がって、その間みたいな、そうそうそう、濱、えー、中運動神経で乗ってるだけ、あ、そうなまあ俺もね、結構ね、そう言われるおう、バランス感覚で乗ってるだけみたいなおう、腕っぷしもないし、筋肉もないしっていう、おうなんかバランスだけだよねみたいな、そうそうそう、うだから結局追い比べになった時に負けるんだよ、ってか、追う体力が残ってないみたいなね、最後の直線でっていう。 うん、そうそうそう。あの、アパパネオチューリップ賞で破った昇流ムーンの初子と。あ、そうなんだ。昇流ムーンね、覚えて覚えてる。うん。初子なんだ。結構昔なのにね、みたいな。そうそうそう。大下が何だったのか、中央で松野の前に乗ってもらいたかったっていう。ね、大下っていう、ちょっとジョッキーわかんないけど。うん、そうそうそう。まあ、あのね、俺は中央の免許取ったときに、まあ、どんなジョッキーが乗ってくれるんだろうなっていう。まあ、本当ね、今も、今ですだよ。もうん。そうだですら、なんか、 ジョッキーに対するコネが全くないっていう、おまあ、これでまあ、厩舎のねあの先生方に全てお願いしてっていう状況だから、まあ、中央行ったときにどうなるんだっていうのはね、あるけど、誰かなんか、俺、武豊知ってるからとか、そういうのあったらね、ぜひ紹介してくださいみたいな、そうそうそう、まあ、いうことで、本当ね、今回はもう吉村ジョッキーのおかげで勝ったのもんマジで。うん えー、小島が乗るよっていう、どこの小島やねんっていう、そうそう、正確に言うと、生まれて初めて競走馬になれたあ、そうなんだ、まあ電波で、そこ、それで時間かかったんでみたいな、おう、七子乗せろっていう、まあ、七子ちゃんね、まあ、そうだな、なんか、渡先生の話で言うと、あの競馬場で見たら、まあちょっと可愛いけ、でもなんか、普通に道歩いてたら、まあ c さんみたいな、c さんクラスみたいな、なんて話もね、ありつついうことで、はい、えー、ポチってことで、はい。はい まあね今回、えー、スマイルビューで勝つことができましたってことでね、すみれちゃん、飯田先生の娘さんの名前いただいたんで、まあこれは最低限、うん、まあ次のレース含めてね、やっぱこれからまあ予定は組んでいくけども、ね、上目指して頑張っていきますんで、よろしくお願いしますってことで、はい、引き続き明日はね、えー、プロバイトの出走情報をお届けしますんで、よかったら Twitter などなど見ていてい。